て、結構それで B パート終わったと思って、ちょっと割と B パートだと、まあ、なんかまあまだね、そのミオリネ助けに行くよっていうスレッドな感じで、はなんかあどうなるって感じで終わったけど、C パートですよ問題は。問題の C パートです。もうえだってもうスレッドちゃんも刷り込まれた状態で、自分は正しいことしてるミオリネさんを助けるんだみたいな感じでやったことが、敵を手で潰すっていう行動、ゾッとしましたよね。やめなさいって言って。そう、なんかさ、ここのさ、そのスレッタが全然、うん、なんていうの、戦ってる感じじゃないじゃん。なんてその、そう、なんていうの、なんかしつけるみたいな、なんていうの、うん、だったり、声色もさ、なんていうの、明るかったり、そのディレクションもさ、なんとなく見え方としてちょっとコミカルに見えちゃってもいいみたいな、うん、そう言われてたじゃないですか。スレッタちゃんがやめなさいって言って、うん、敵を倒しちゃって、なんか転んじゃうところあるんですけど、うん、そこをギャグ的な感じで、その方が怖くなるんでっていう風に指示をいただいて、なんかそこもスレッタちゃんはあえてそういうテンション高くしてるのか、自然とそういうテンションになってるのかで、ちょっと変わってきちゃう部分もありますけど、取り繕ってるテンションなのか、こう素のテンションなのか、しかもこうミオリネさんの顔に血がついてたりとか、スレッタちゃん自身も手に血ついたままミオリネさんに差し伸べてて、どうしたスレッタ、どうした、そう、助けに来たよ、助けてあげたよ、褒めてみたいな感じなのかな。子供ってだって正しいことしたら褒めてほしいから。そうね、そういう感覚っていう風に、なんとかちょっと落とし込んだんですけど、自分を。まあね、でもさすがにそれは、ミオリネはやっぱり受け入れられなかったですね、その姿は。そう、最後にね、人殺しって言って終わりましたけど、これを見て3ヶ月待つなんて辛い。なんという脚本をお書きになるのだ。でもう11話でかなりいい感じに関係値まとまったと思ったじゃないですか。いや、そうなのよ。でもこのだよ、そう、12話こっからだって再構築するの不可能に近くないですか。正直言っちゃうと、なんか例えば言葉で説明されて、うん、あ、そういうことだったのねって納得したつもりになっても、なんかその、うん、なんだろう、映像がさ、フラッシュバックするじゃないけど、そうそうそう、スレッタのあの姿が時々よぎったりすると、やっぱ恐怖を感じると思うし。こびりつきますよね、これは。そうそう。だから、ミオリネが、どうするんだろう、これから。そう、でも、まあ、プロスペラさんにずっと洗脳されてきたスレッタちゃんを逆に助けれるのって、ミオリネさんしかいないんじゃないかなって私は思うんです。目を覚まさせてあげる的なことね。だからミオリネさん次第な感じが。ちょっと現状ごめんなさい、現状ちょっと無理です。された。一旦時間をね、3ヶ月考える時間がありますので、その間考えてもらって、そこから関係をね、進めれるかどうかを今一度判断していただきたいと。そうですね、本当に衝撃的な12話でした ね。なんか皆さんもね、こっから3ヶ月待つなんて無理だよって思ってらっしゃると思います、うん、私たちも同じ気持ちなんです。正直そうなんです、うん、ねえ、まあ、ただ、作品としてはとても面白いなと思ってます。